一番身近なメルセデス、シュテルン世田谷チャンネルです。本日はプレミアムコンパクトセダン、新型 A クラスセダンをご紹介いたします。本日ご紹介するのは2月に発表されました新型 A クラスセダンです。マイナーチェンジということでパワーアップしたポイントをお伝えしていきますね。まずこちらのお車は A180 セダン、ボディサイズは AMG ラインがついておりますので、全長が4565、全幅が1800、全高が1430と、こちらに関してはマイナーチェンジ前とほぼほぼ変わらないサイズとなっております。それではエクステリアからお車を見ていきましょう。お願いします。マイナーチェンジ前と後で一目見て変わったと分かるポイントがあるんですけれども、アリちゃん分かりますか？一箇所分かります。はい、パワードーム真ん中の2本の線ですよね。はい、その通りです。パワードームとは、はい、こちらのボンネットにある2本のプレスラインのことを表しておりまして、はい、軽快な走行性能やスポーティーさを表現しています。現行ラインナップでは CLA、C クラス、E クラス、CLS とそういったモデルにこちらのパワードームついてるお車が多いですね。結構スポーツモデルについてるものが。そうなんです。さらにはプレスラインに加えて、こちらフロントデザインがシャークノーズと言いまして、サメの尖った鼻先を思わせるフロントノーズデザインを採用しております。おお、野犬先輩クイズです。このシャークノーズのイメージのサメは何サメでしょうか？ホウジロザメ。ホウジロザメ、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。残念。正解はオグロメジロザメっていうサメで。初めて聞きました。インド太平洋にいる非常に俊敏なサメだそうです。勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続きましてフロントグリルにご注目ください。はい、 AMG ラインを装着したお車には、はい、おなじみのシングルルーバーのスターパターングリルが装着されます。 AMG ラインを装着しないお車には、はい、シングルルーバーでブラックデザインのグリルが採用されました。続きましてヘッドライトにご注目ください。ヘッドライトのデザインも今回のマイナーチェンジで新しくなりまして、はい、以前の A クラスセダンではこちらの LED ライト、ひらがなのくの字のようなデザインだったんですけれども、うん、1本の LED に変わりました。で、さらにこちらの2箇所ご注目ください。はい、こちらは新型の GLC なんかでもございました2つ LED ライトがさらについてございます。はい、じゃあ内部のデザインが変わったってことですね。そうなんです。さらにはアダプティブハイビームアシストというような機能が新たに標準装備化されました。おー、アダプティブハイビームアシストってどういう機能ですか？はい、前走車やあとは対向車が来た際にヘッドライトが眩しくないように自動で上や下に動いてハイビームがうまく当たらないように切り替えてくれるといった機能です。周りに優しい機能なんですね。そうなんです。開けた道なんかでは勝手にハイビームにしてくれると、はい、それで照射範囲をですね、自動で調整してくれるといった機能が新たに標準装備化されております。続きましてアルミホイールにご注目ください。はい、こちらのお車には AMG ラインが装着されておりますので、こちら18インチの5ツインスポークアルミホイールがオプション装備されております。前期型はシルバーっぽい感じでしたよね。そうなんです。それがこちらのブラックペイントがあしらわれたデザインに変わりました。ちょっとツートンカラーっぽくておしゃれですね。そうなんです。なお AMG ラインを装着しない車両には1インチサイズダウンされた17インチの10スポークアルミホイールが標準装備されております。今回のお車はマウンテングレーというお色のお車でございますが、旧モデルでおなじみのローズゴールドが新たにボディカラーに追加されました。おー、セダンタイプだと初めてですね、ローズゴールド。そうでございます。それではこちらがリアのデザインですね。はい、今回のマイナーチェンジで変わったポイントといたしましては、テールランプの内部デザインが実はこれ変わっているんです。マイナーチェンジ以前のデザインでは横にローマ字の Y にしたようなデザインだったんですけれども、はい、このように横一文字のようなデザインに新しくなってございます。続きましてトランクをご覧ください。はい、このようにコンパクトセダンとはいえど十分な荷物スペースがございます。容量が355リッターというようなメーカーの公表値でございまして、はい、
例えば長いものなんかでございますと両脇がくぼんでございますので、ここにはまるように例えばゴルフバッグとかですね、スポッとここにはめてしまってもよろしいんじゃないでしょうか。コンパクトサイズですけど横の部分も最大限スペースを取ってるってことなんですね。そうなんです、活かしてますね。続きましてインテリアをご覧ください。はい、こちらのインテリアも一目見て変わったと分かるポイントがあるんですけれども、はい、アリちゃん分かりますか？分かりますよ。センターコンソールのタッチパッドがなくなりましたよね。そうなんです、今回のマイナーチェンジでは、はい、センターコンソールにあったタッチパッドがなくなりまして、はい、その代わりといってはなんですが、ちょっとした小物が置けるスペースができました。続きましてはシートをご覧ください。はい、こちらのシート一見すると今までのレザーダイナミカシートと変わらないようにも見えるんですけれども、はい、今回のマイナーチェンジでは実はこのシート素材は、はい、65% がリサイクル素材でできておりまして、というのも、はい、メルセデス・ベンツでは2039年までにカーボンニュートラルの商品を投入するということを目標設定しております。はい、その第一歩といたしましては、リサイクルから得られる原材料を使用してレザーアルティコマイクロカットシートを採用しております。環境に優しいシートなんですね。そうなんです。続きましては、はい、こちらの A180 にはアドバンスドサウンドシステムがオプション装備されております。はい、通常ではスピーカーの個数が6個ついているんですけれども、はい、この装備を装着することでスピーカーの個数が10個に増えることで、はい、より立体的なサウンドを車内で楽しむことができます。続きまして後部座席をご覧ください。はい、それでは同じのチェックをやってみましょうかね。はい、率直なご意見いかがですか？今こちら後部座席に乗り込む前に、はい、僕のシートポジションに運転席を合わせておりますので、うん、なので私身長175センチですけれども、うん、まあ、一般的な男性が運転をしていたとしても、はい、十分後部座席もくつろげるような居座りがございますね。おお、足元の広さはいかがですか？足先というか、足先もシートにぶつかるようなことはなくて、はい、かなり余裕があるようなスペースとなっております。おお、はい、ということで A クラスセダンの試乗がスタートしました。今運転していて思うこととしては、今まで C クラスを運転することが多かったんですけれども、車線のこの横幅に対して結構余裕があるなっていうのでコンパクトさを実感してます。そうですね、こちらの A クラスセダンは、はい、C クラスよりも前幅が2センチ小さいメルセデス最小の 1m80 でございますので、はい、運転に不慣れな方でも十分取り回しやすいお車だとは私は思いますね。そうですね、すごい運転がしやすいです。はい、そうなんです。あとは前のこのパワードームでしたっけ？はい、パワードームがポコポコっと見えるのがすごい特徴的ですね。そうですね、そのおかげでボディサイズの感覚がつかみやすいのではないかなとは思います。そうですね、ちなみにパワートレインには 1.4 リッターのターボエンジンを搭載しておりまして、普段街乗りやたまに高速道路に乗る程度の使い方であれば、コンパクトながら十分パワーを感じられる走りを楽しめるかとは思います。こちらの画面にご注目ください。はい、この画面なんですけれども、はい、新型の C クラス GLC や S クラスなんかに装備されてございます。 AR ナビゲーションが標準装備されておりまして、はい、こちらはメルセデスのコンパクトカーに搭載されるのは初でございます。実車の、そうなんです、見やすいですね。実際の道路映像に矢印を重ね合わせることで、はい、とても案内に従いやすくなっているのではないかなと思いますね。こちらのこう AR ナビゲーション A クラスですと上についているので、それが私は見やすいですね。そうですね、目線を下ろす必要がないので、うんうん、その点では非常に見やすく案内にナビに沿って運転をすることができるのではないかなと思います。はい、この横長画面の AR ナビっていうのも新鮮ですね。そうなんですよ、これ一度 E クラス E クラスについていた時期あったんですけれども、生産制約との兼ね合いですぐに廃止されてしまいまして、なのでこの横長のナビでのこういった AR ナビゲーションっていうのはとても新鮮に感じられるのではないかなと思います。アリ、ちゃん運転していて、はい、何か以前の A クラスセダンと変わったなと気づく点って他にもありますか？以前と違う部分ですか？はい、私この横長のナビに
心を奪われすぎていて気がつかないです。何ですか？ステアリングを見てください。はい、あ、ステアリング、あ、このデザインが C クラスとかと同じですね。そうなんです。 C クラスや S クラスなんかと同様に、はい、静電式のステアリングホイールに変わりまして、あ、これに切り替わったことで自動追従機能なんかを作動している際には、以前はしっかりとステアリングに手を触れていなければいけなかったんですけれども、うん、こちら静電式といいまして、軽く手を触れているだけでも、うん、車両がステアリングをしっかり操作していると判断して区に自動追従を行うことができます。運転支援を使う時の使い勝手っていうのもさらに良くなったんですね。そうなんです。実はパッと見だけでは気づかないポイントもありまして、はい、それを今から実演してみます。実演、はい、はい、はい、メルセデス、はい、お気づきになりましたかね。お、え、すごい、なんかキラキラして、そうなんです、はい、メルセデスと言った際のエフェクトが、はい、このようにきらびやかな話してる映像に変わりまして、見合わせてキラキラしてますね。そうなんです、実際に会話してる感がより伝わってきますね。日野健先輩、はい、この新型 E クラスセダン、はい、一言で表すとしたらどんなお車ですか？そうですね、この S クラスなんかにも装備されている AR ナビや、はい、静電式のステアリングホイール等々、うん、私今後部座席に乗っているんですけれども、はい、しっかりとくつろげる余裕もございまして、うん、これはまるでマイクロ S クラスと言っても過言ではないと私は思いますね。マイクロ S クラスですか？はい。おー、 C クラスとかが結構リトル S クラス、ミニ S クラスって言われてますけど、それよりさらに小さいマイクロ S クラスがこちらにございました。本日ご紹介してまいりましたのはマイクロ S クラスということですね。はい、その通りです。はい、ということで本日は新型 A クラスセダンご紹介いたしました。ありがとうございました。いえ、とんでもございません。この度のマイナーチェンジでこちらの新型 A クラスに様々な新機能が追加されてございますので、ぜひ皆様ショールームへ体験しにいらっしゃってみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちら、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。